世界遺産、スレバルナ自然保護区シリストラ郊外シリストラ州は、ブルガリア北東部、南ドブルジャ地方に位置する州。州都はシリストラ。シリストラ州の基礎自治体ブルガリア北西部のドナウ川沿いにあり、南東にドブリチ州、南東にシュメン州、ラズグラト州、ルセ州、北はルーマニアとの国境であり、北西には、 ドナウ川を挟んで対岸に、同国のカララシ県、北東はコンスタンツァ県と陸続きになっている。ドナウ川の河口に近いシリストラ州は、平地が多く、また肥沃な土壌となっており、農業が盛んである。州都のシリストラの近くには、世界遺産に登録されている、スレバルな自然保護区があり、ペリーカンをはじめとする多くの渡り鳥たちの休息地となっている。 969年には、キエフルーシに占領され、奪還を目指すビザンティン帝国の間で、ドロストロン方位と呼ばれる、戦闘の現場となった。この戦い以降再び、ビザンティン帝国に復し、その後12世紀には、第二次ブルガリア帝国の一部となったが、14世紀末に、オスマン帝国によって併合された。1913年、第二次バルカン戦争によって、 ルーマニアに編入されたが、1940年のクライオバ協定によってブルガリア領に服した。ルーマニア統治時代の名称はドゥロストル県。シリストラ州はトルコ人人口の比率が高く、ブルガリア各州で4番目のトルコ人人口比率となっている。2001年の調査によると、自身をブルガリア人と規定するものは全体の59.3%。 トルコ人は34.3%、ロマは4.6%となっている。ドナウ川とシリストラ、ありがとうございます。